7月3日と4日に孵化した子ガメたちの自力生活ができるかどうかのチェックをします。まず3日の方、生活していただきます。OK。 この子はちょっと変形があります。少しお腹がくぼんでいるところがあります。これも同じように横にくぼみができています。これも同じ、ちょっと卵黄のが吸収されてない部分もあります。ほぼきれい。ちょっと早いようですが、頑張ってもらいます。これもちょっと早いようですが、お試し。頑張る。以上、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11匹、自活に、自活生活、自立生活に移ります。